国鉄で派3万3500系電車。国鉄で派3万3500系電車。国鉄で派3万3500系電車は、かつて日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍した直流用電車を便宜的に総称したものである。本校では、で派2万3500系、サロ3万3250系、で派3万3500系、 左派33,750系及びこれらの改造車について取り扱う。本系列は1921年、対象10年度から1922年、対象11年度にかけて製造されたグループである。従来の電車は前後の客用扉を車端部に寄せて、出入り台、デッキを設けていたが、本系列では前後の客用扉を車体内方へ寄せ、 すべての客用扉が客室と直結することとなり、乗客の乗降円滑化に資している。しかしながら、出入り台を有しないことで、車体構造が脆弱となった上、高速化に伴う高下減速のため、車体の主観が進み、後年の交代化改造につながることとなる。車体は、前述の通り前後扉を車体中央に寄せた片側、3扉で、屋根は引き続き、 モニター屋根である。車体幅は全球、デハ3 3 4 0 0系と同様の 2700mm、車体長は 16240mm である。3等電動車のうち、デハ23500型は中央線、山手専用 600V 対応の 50PS 車。デハ33500型は、京浜線にも対応した600、1200、 ボルト対応の 105PS 車で、主電動機は、ゼネラルエレクトリック車製 GE-244A、端子電圧 675V 時定格出力 85kW、890rpm、調整式形式称号 MT44 機を装備する。制御機は同じく、ゼネラルエレクトリック C-36D である。三頭付随車の左派3万3型は、 両線共通に投入され、二等付随車のサロ33,250、型は、京浜専用に投入された。中央線、山手専用に製造された三等制御電動車で、ある。1921年度に12両、23,500から23,511が、1922年度に5両、23,512から23,516。 1> 計1 7両が、いずれも、日本車両製造東京支店で製造された。制御機や手電動機は従来品と同様に、定格出力 50PS 型であるが、末尾の6両は 1200V 対応となった。窓配置は、D2D121D121D2 である。1922年度に1両、33,250。 のみが、汽車製造東京支店で製造された、二等不随車で、ある。車内は、全景色、サロ33200系と同様のロングシートで、あるが、三等車よりもさらに前後部の客用扉が、内側に寄せられ、車端部と扉の間に三枚窓があるという、特徴的な形態となっており、側面窓配置は、3D12221D3 である。 本系列の機関となる、京浜専用三等制御電動車である。車体形状は、デ手二23,500型と同型であるが、主電動機に 105PS 級の MT4 を装備する、関係上、台車の軸距が大きくなっている。製造は1921年から1923年、対象12年にかけて、記者製造東京支店で行われた。その状況は次の通りである。 これらのほか、すでに時期標準系列であるデハ63100系が量産されていた1925年、大正14年度に6両が追加製造されている。詳細については口述するが、関東大震災で消失した車両の伝送品を採用して例外的に製造されたものである。 本系列の三等付随車として1921年度から1922年度にかけて74両が製造された。本形式は600ボルト、1200ボルト共通で中央線、山手線、京浜線のいずれにも大量に投入された。側面窓配置は 2D121D121D2 である。製造の状況は次の通りである。 1923年、大正12年9月1日に発生した関東大震災により、東京周辺の鉄道も大きな被害を受けたが、本系列においてもで二23,500系5両、23,502、23,503、23,507、23,515、23,516、で三3万3 5 0百系2両、33,507、 33,513、左派33,750系2両、33,772、33,775が被災し、廃車となっている。前述の1925年度製ので派33,500系の追増については、関東大震災で消失した 105PS 電動車の伝送品を採用したもので、同震災で被災した33,507。 33,513、並びにデハ6,340系に属する6,3516,352、6,361、6,451と数が一致する。ただし、採用されたのは、伝送品のみで、焼け残った大枠については、当時の標準系列であった、デハ6,3100系の申請の際に採用されたものがある。 1925年度製6両のうち2両は、同震災で消失廃車となった車両33,507、33,513 33, を毎晩して2代目となり、残りの4両は、追番、33,535から33,538が付与された。この6両については、車内の扉空きの座席を短縮して立席スペースを、 拡大する設計変更が行われている。これらは、心臓扱いであり、伝送品や大枠を採用された、被災車両とは、車席上のつながりはない。1926年、大正15年、50PS 電動車は、使用停止され、その翌年の5月、デハ23,500型は、伝送解除の上制御車化され、区派23,500型に改称された。 この際、前述の震災で廃車となった番号を毎晩し、12両が23,500から23,510、23,512となっている。この状況は次の通りである。1928年、昭和3年10月1日付で、鉄道省の車両全般にわたる大規模な形式称号規定が実施された。これにより、 電車は独自の不安体系を持つことになり、本系列の車両も全車が、会話対象となった。デ派3万3 5五百型はモハ1型に、クハ2万3 5五百型はクハ15型に、サロ3万3250型は、サロ17型に、サハ3万3750型は、サハ25型に改められている。 デハ33500型はデハ6340型とともにもハ1型に編入され、旧デハ6340系の続版が与えられて1026から1064となった。この際、震災で廃車となった2両の番号は前に詰め、1925年度性能6両は最後尾に不板された。クハ15型は複数の系列から、 多様な車両が編入されている。本系列に属するのは、区ハ23,500系の一部、12両である。区ハ23,500型から区ハ15型への改版については、古くから区ハ固形なる600ボルト系の制御車の存在が囁かれており、車歴表を作成する上で問題となっていた。この件については別記事で述べる。この関係からか、新番号と、 9番号の順序が揃っていない。サロ33250型は本称号規定改正により、サロ17型に解消され、旧サロ33200系の続番である、サロ1710と不番された。サハ33750型は本称号規定改正により、サハ25型に解消され、 旧左派33,700系の続番の25,062から25,131に付満された。1928年の改版に先立って、末尾の2行、33,822、33,823が、同年4月の事故で廃車となった33,752、33,753を毎晩して、これらの2代目となっている。 海盤の状況は次の通りである。1932年、昭和7年、反攻制2等車の増備に伴って、余剰となった、サロ1 7七0十の3等車への格下げが行われた。これにより、サロ1 7七0十は、車体中央部に扉を増設して、サハ二25型に編入された。番号は1930年に、自己廃車され、 結番となっていたサにハ25069を毎晩し、その2代目となっている。改造により、側面窓配置は 3D13D31D3 と変わった。モハ1型は1927年に 1500V 多様の改装がされ、1930年から翌年にかけて大部分が制御電圧を 600V から 100V に改めた。 しかし、電動機出力が、後継の出波6万3100系、1928年、車両形式称号規定にいる、会話後はモハ1重系より小さいことから早期に、淘汰の対象となった。特に震災消失者の伝送品を採用したグループ、1059から1064は、老朽化が進んでいたため、蒸気の改造を受けず1933年までに、 処分された。その後は、1936年に5両、1938年に11両が処分されたが、これらは大部分が、私鉄に、譲渡されている。戦前における、もは一系の処分はこれで一段落し、残りの処分は戦後となった。戦前における、もは一系の譲渡の状況は次の通りである。また、これらの中には、戦時買収によって、 国有鉄道に複席したものがある。1934年、昭和9年から開始された木造車の交代化改造については、本系列では、電動機出力が小さく淘汰対象であった、もは1系及び、大枠構造の異なる、区派15型は実施されなかったが、左派25系のうち自己廃車となった5両を除く、全車が交代化により区派65系。 サハ75型に更新されている。新旧番号の対象は次の通りである。交代化改造後の状況については、国鉄50系電車を参照されたい。1935年度に、両村内鉄道を買収し、路線付け替えを含む、大掛かりな改め機工事が完成した、復縁線で使用するため、もは一系及び区波15系の改造が行われた。 副塩線の河川電圧は、変電所をそのまま流用した結果、改め期後も 600V であったため、そこに投入された電車について、対応改造が行われている。もは1型については、電動機を半減、4個2個し、後くらい側に運転室を増設して、両運転台としたほか、終電装置はパンタグラフからポールに交換された。この対象となったのはもは一 k 六両。 1026から1031であったが、改版は行われなかった。また、その後もモハ1型が、広島鉄道局や名古屋鉄道局の買収線区に転出している。モハ1型と対になる形で、復塩線に転用された、区ハ15型は、改造と同時に区ハ6型と改められている。区ハ6型は、1936年に3両。 1939年に1両、1940年に2両、1942年に1両、1943年に1両の、計8両が製作されているが、本系列に属するのは、1940年改造の6005、6 0 0と1942年改造の6007の3両で、いずれも元で派2万3500系である。番号の新旧対象。 本系列に属するもののみは、次の通りである。1944年、昭和19年、太平洋戦争の戦局が悪化する中、軍需工場への通勤客の増加に伴う、輸送力増強のために20メートル旧車体と片側、4、扉を持つ区派79型が、老朽木造車の交代化改造を名義で製作される、ことになった。この改造は、 大枠以下の危機意識をほぼそのまま使った50、軽電車への改造と異なり、大枠を一旦解体して組み直しており、資材流用者という方が適当である。25両の改造が予定されたが、選挙区の悪化により8両を改造したにとどまり、実際に竣工したものの中で本系列に属するものとしては、15,039、79,012が唯一例となっている。 本系列も太平洋戦争末期の米軍による空襲のため破損、焼損し、廃車となったものがある。壁船に所属していた3両が原爆投下により横川電車区で被災しているのが特筆される。1950年末時点で国有鉄道に木造車体のままで残存していたのはもは地計13両、1026から1031、1034。 1037、1041、1043、1047、1048、1054、1057 10並びに、鶴見人工鉄道買収車も、波310系6両、13から316、318、319、三新鉄道買収車で301系2両、307、308、区波15系4両、15,041、 一万五千四十二、一万五千四十四、一万五千四十八、九波六軒二両を、六千五、六千七であった。これらも一九百五十一年から一九百五十二年に、かけて大半が廃車となり、多くが輸送力不足に悩む私鉄に譲渡された。その状況は、次の通りである。旧鶴見林口鉄道も、破三百十型については、 鶴見臨行鉄道の電車、もは310系、もは300系、もは400系を、旧三新鉄道で301型については、三新鉄道の電車上を参照されたい。上記のほか1952年に、1028がもは41127の、 1031がもは7804もは7005 1の、1054がもは7803もは7004 1の名義上の種社になっている。1953年、昭和28年6月1日付で、在籍していたのは、もは 1K2 両、1034、1043と、区派 15K3 両、15041、15043。 15,048のわずか5両であった。モハ1型についてはモハ2,400系、2,400、2,401に解消されたが、直後の7月に廃車され、2両とも西武鉄道に譲渡された。そのため新番号は書類上のみの存在で、現車には表記されなかった。区ハ15型については、この時点で、すでに救援車に転用されており、この機会に、 1> 9, 110, 9 1 1 0系、9110、9111, 9112に解消された。このうち東京地区に配置された2両、9110、9112については、町名を保ち、9110は1972年、昭和47年、9112は1977年、昭和52年まで在籍した。 西武鉄道に譲渡された車両の譲渡後の状況は次の通りである。2011年、平成23年から、モハ1035が、名古屋市港区に開館したリニア、鉄道館で保存展示されている。この車両は、三神鉄道に譲渡後、最国有化、さらに、大井川鉄道に譲渡された2両のうちの1、モハ301で、1970年、 昭和45年に旧名古屋鉄道のも3829と車体振り替え、車席流用が行われ、以降銭湯駅構内で保管されてきたものである。1997年、平成9年、東海旅客鉄道 JR 東海発足10周年の記念事業として大井川鉄道から購入し、復元整備が行われた。復元後は、 JR 東海の稲松島海行くに非公開で生体保存されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。